全国障害年金パートナーズの動画。こんにちは、障害年金コンサルタントの宮里です。今日はちょっとした用事で新宿に来ていたのですが、駅につながる通路を歩いていたところ、こんな看板がありました。ちょっと写真が小さくて分かりにくいと思いますので、近づいてもう一度写真を撮ってみます。小便はトイレでお願いします。小便はトイレでなんて分かりきっていることだと思いますが、それが分かっていない人がいるからこんな看板があるんでしょう。変な人もいるものだと思い、そのまま通路を進んだのですが、角を曲がったところでこんな看板が現れます。小便はおやめください。匂いが残ります。小便はトイレでお願いします。一度ならず二度までこんな看板があるとは。どうやら何度も駅の通路で用を足され、さすがに我慢できなくなった管理者側が看板を立てたのではないでしょうか。この駅での小便事件、あなたはどう思いますか？多くの人は常識がない、恥知らず、こんなことはやめてほしいと感じたことでしょう。私もおおむね同じように思いました。もしかしたら病気などでうまく尿意をコントロールできなかったのかもしれません。ただ何度も小便をされているから看板を立てられたであろうことや、近くに繁華街があることを考えると、酔っ払いによる非常識行為と判断できるのではないでしょうか。ではどうすれば酔っ払いが駅で小便するのを防げるでしょうか。半分真面目に半分不真面目に考えてみると、こんなアイデアが浮かんできました。まずは壁を鏡張りにするというアイデアです。さすがに鏡に映った自分に向かって用を足す人はなかなかいないのではないでしょうか。それでも粗相をする人にはお仕置きです。監視カメラなどで粗相をした人を特定し、その人の携帯の着信音を1ヶ月トイレの歌にするのです。トイレの歌というのはこの動画の概要欄に貼っておきますので、一度見てみてください。これはなかなか恥ずかしいはずです。とまあおふざけはここまでにして、こういった問題を根本的に解決するのはかなり大変です。酔っているのは自己責任だと思いますが、判断力や思考力が低下している状態ですので、やっていいことと悪いことの区別がつからなくなっているのです。酔っ払っている本人としてはあまり悪いことをしているという意識はないかもしれません。多少悪いことだと分かっていても、緊急事態なんだ、今だけ許してくれなんて思っているかもしれません。人は正常な判断力を欠いている時には、物事を自分に都合の良い方向に解釈してしまいがちですよね。ただ障害年金においても似たような状態になっている人がいるのです。酔っ払いと比較するのは大変失礼かもしれませんが、障害年金においても自分に都合のいい解釈をする人がいます。相談者から話を聞いて懸念を感じたことを確認すると、それは大丈夫です、問題ないはずですなんて言ってきます。でも詳細を確認していくと、やっぱり問題があったりするわけです。自分自身の思い込みで大丈夫だと言っているのです。そういう人をたくさん見てきました。そんな人でも障害年金の審査に通った人もいますが、落ちるべくして落ちた人もいます。もしあなたが障害年金なんて要件を満たしていれば誰でも受け取れるだろうなんて安易に考えているのであれば、一度立ち止まってください。本当に障害年金の要件を満たせているのか、診断書は審査を通る内容になっているのか、申立書には余計なことは書かれていないか、まずはこのあたりのことをチェックしてください。もしくは私たち全国障害年金パートナーズのホームページから障害年金の無料判定を受けてみてください。必要事項を入力することで、あなたが障害年金を受け取れるか簡単に判定できます。後で後悔しないよう、今障害年金の無料判定を受けてみてはいかがですか。うつ病で経済的不安を感じている人は、魔法の靴とうつ病になったティラノサウルスという動画をご覧ください。あなたの不安解消につながるはずです。また
あなたのうつ病で障害年金を受け取れるか、私たちが無料で判定しますので、画面右上のリンク先からお申し込みください。